サブストーリー、臆病な紳士の3番目になるんですかね。ホストンのね、なんか仲間助けに行くとか言いながら、臆病風に吹かれて、やっぱ俺無理っす、つって逃げてきた、これね。あ、ここださん、隔離エリアに行くんすか？ああ、おで言うの？行くの？ああ、行こうか。まあ、前回逃げてるからね。行きたくないって人を無理やり行かせる必要もないと思うんですけども、でも本人が言い出したことですからね、これはね。仲間を助けるために、もうどうせ死んでますとかってね。後ろ向きな発言してるから、ちょっと目を覚まさせる意味でも。郷田さん、ちょっと、郷田さん、なんでまた俺のことを連れ出したんすか？お役には立てないっすよ、俺なんか。口だけ達者で、格好ばっかの臆病もんす。本当は、今までもずっとそうだったんすから。純也、お前の射程、高1位を取ったか。ええ。店で初めてできた後輩なんす。ほんの半年くらい前に東京出てきたやつで、あいつ田舎もんで何も分かってなくて、だからつい兄貴風吹かしたくなるんすよ。見栄張ってかっこつけて、街の歩き方から恋のアドバイスなんかもして。といっても俺もまだ童貞なんすけど。で、あ、いや、今のは忘れてください。ほんで、何の話や。とにかく偉そうに兄貴風吹かしてきたくせに、俺はいざって時あいつを見捨てて一人で逃げちまったんです。ゾンビが急に溢れ出した夜、俺はいつものようにこいつと飲んでました。ところが俺がトイレに入った途端、ゾンビが店になだれ込んできて、俺慌ててトイレに立てこもったんです。ドアにつっかえ棒して、そした気ら持ちそはのわかる時、んだよ。開けてください、先輩って、こいつが泣きながらそのドア叩いてきて、開けなかったんだね。先輩開けて助けてって、母ちゃんそれを何度も繰り返してたのに、俺はドアを開けなかったんです。俺ずっと耳を塞いでトイレで泣いてました。怖くて、情けなくて。もう分かったでしょ、郷田さん。俺はダメな男なんすよ。確かに本ね。当、最低な男なんす。アホやな、お前は。ええ、本当に、グーも根も出ません。そういうことやない。人間は誰でも自分が一番可愛いもんや。そんなお前だけとちゃう。勇気なんてもんは絵空事や。そんなもん普段から持ち合わせとるやつはよっぽど奇特な人間やで。人間は弱い生き物なんや。せやけどな、自分の弱さを思い知ったもんだけなんや。ほんまに強くなれるわ。え？純也、お前は自分の弱さを思い知った。せやから今のお前はトイレに閉じこもってた時より強うなっとる。郷田さん。行くで。お前が銃を手に取ったのは何のためや。それは光一を救うため。そうや、確かに光一はもうあかんかもしれん。状況は絶望的や。せやけど、お前はやっぱり行かなあかんね。少なくともわしはそう思う。ありがとうございます、コウタさん。行くで。光一がお前のこと待っとる。はい。まあ光一はもうそんなことされちゃったらもうね、多分もうすごい怒ってるんじゃないですかね。もし生きてたとしてもね、仮にね。まあな、でも実際その状況になったらもうねえ、開けるかって言ったらね、ちょっと、くそ！ダメだ！
あ、やばい、弾ねえぞ。ちょっと、何がすんませんだおい、ちょっと弾ねえし、それで。え、あ、ちょっと待て待て、まずい、これ、まずい、まずい、この数まずい。はっきり純也のこと構ってる暇ない。一応、一応頑張るけどね。何するんすか。よし、すげえや、幸田さん、なんて強えんだ。こんなん雑魚や、まだまだ先は長い。うん、あ、まさか高一？高田さん、電話だ。高一からの。何？もしかして高一か。無事だったんだな。あ、兄貴こそ無事だったんですね。ああ、それは全然。それよりお前今どこ？ここはどこだろう。駐車場。地下駐車場みたいですね。多分。多分じゃねえ。はっきりしろ。すみません、俺、いつも兄貴の足ばっか引っ張ってたんで。バカ野郎、何言ってんだよ。悪いな、このボタン。でも、兄貴が、でも、おい、こいつ、どうしたんだよ、こいつ。あんまり時間がないようやな。行くで、純也。うん。また出よって。いや。よし、やっとやる気出したか。戦いますよ。うん。わかっとる。頼むよ。いや、これ出したけどね。たまないからこれ、はい。ごめんよ。こっち。多いな。多いな、多いな。もうこういうので行こう。もう。せい、せいで行こう。よし。お、あいつもなんか、かばわなくてもなんとかやってるみたいだね。うん、ようやったな。ゴーダさんのおかげです。行きましょう。こいつは地下駐車場です。地下駐車場ってどこだろう。急に男になりよって。ん？厄介なのが来よって。ちょっと。あ、大丈夫だな、これだったらまだ。まだ銃でいけるよ。なんだこいつ。純也、先に行け。ここはわしに任せとき。岩だるまとか来られたらまずいなと思ったんですけどね。時間がないんや。お前はもう。一人でも戦える。今、高一を助けられるんだ、お前だけ。高田さん、わかりました。お願いします。うん、任せとけ。それでいい。行け。はい。なんか光ってるな。あれ取りに行こう。お前とわし、差しで勝負や。行くねえばね。もう一遍死んどけ。これ使えればいいんですけどね。こっちなんですよ、私は。まあ、こっちだ、お前。こっち。あ、なんか投げてきたか。ちょっと、まずこれを。地下駐車場を言うとったな、純也のやつ、無事やと言えば、うん、はい、ホケブラの戦士第3部、はい。地下駐車場ってどこでしたっけね、そんなとこあったかな。あー、あの初期の頃よく行った、あそこかな。
あの秋山さんの時によく行ったあのミレニアムタワーから入るとこじゃないの？ここでしょう多分。違う？あれ？ここじゃないの？駐車場って。駐車場っぽいですよね。あ、違うか。ここだ、ここだ、ここ。はい。あの、高一を追ってね、俊也が行ったんで、それをちょっと追いかける形で。回復しよう。意外とないぞこれ。ちょっと待てよ。これで、あ、やばい、やばい。無駄な戦闘を避けていこう。ちゃんとマップ見て。上なんどうなってんのこれ。上も行けないの？上も行けないの？うん、こっちね。うわぁ！うん、一本道っぽいな。うん、違う。どこだ？え？ちょっと待てよ。ここでいいのか？え、どこだ。ああ、これか。おっ、いたいたいた、なんかいった。ちょっと弾なくなっちゃう。節約していこう。どんなやつが待ってるか分かんないな。まず、トライバリー、トライバリーで。むしむし、たまにトライバル混じってるのが厄介なんだよね。ここだ、ここだな。あれ出る、あ、出る、あ、あった。すいません。よし、行こっか。あ、ここか。はい。ここは、確かに駐車場だな。うん、マップ見っか。あー、いるいるいる。はい。あれ？こいつ。あ、こいつ釣ってるよ。ん？純也。まだこいつを見つけてへんみたいやね。どねんしようか。まあ、見守ってみっか。うん。ね、助けるだけがやっぱり優しさじゃないからね。今は声かけるのやめとこうか。ちょっと待って。あ、じゃあダメなのか。声かけると。声かけるとこっちがやばいな。よし。声かけよう。はい。重要なやつ。よう、ここまで一人で来れたな。うん。一緒に探してやろう。うん。あ、気づいてよ。小田さん。純也、大一はどないした？まだ見つかりません。携帯もまた回線が混み合ってるようで。そしたら、もう少し先進んでみようか。そうっすね。うん。はい。こんなきゃよかったかも。どこだ？こっち行けねえのか？こっちか。ん？敵はいないぞ、でも。敵はいなそうだぞ。こっち行けねえのね。はい。上か。太田
さん、あそこ。え、高一か。ええ、間違いないです。いた。おい、生きとるか。噛まれたりしてねえの。おい、高一。兄貴、まさか本当に。待たせたら、もう大丈夫だ。なんで俺なんかのために。バカ、おめえがいねえと他に威張れる相手がいなくなっちまうんだよ。そういうことすか。バカだな、もう見捨てたりなんかしねえ。絶対に助けてやるからな。やっぱ純也さんはすげえ。どこまで来てくれるなんて、さすが俺の兄貴。こいつ、おい、なんだよ。構えた。慌てるんやない。あ、違うのか。気を失っただけ。せやけど、ちーと厄介なことになりよったで。え、あ、そう。なんでこんな時に。このぐらいだったらね。なんや、まだビビるよったか。違います、そんなことじゃないっすよ。え、これから俺の店ばって時に、こいつのやつ気を失いやがってと思って。まったくやな。行くで、純也。お前の活躍はわしが見届けた。これで片付けよう。あ、やべやべ、どうするんだ。いたか。ナイスシューズさん。よし、第4部終わりかな。これでね、高一ね、もう見つかったんだよね。じゃあこう仲間になる感じかな。これから手伝わせてくださいみたいな感じで。本当にありがとうございました。もう助からねえと思ってましたけど、兄貴と郷田さんのおかげです。本当によかったぜ。お前を童貞のまま死なせずに済んだ。ふん。あ、いや、それについてはちょっと。あ、なんだよ。高一。あ、いたんだ。その女は俺の女っす。兄貴のアドバイスのおかげでものにしたんすけど、ただちょっとなんか兄貴には言い出しづらくて。あ、なんでだよ。だって兄貴あれ童貞しょ。バレてる。バカ野郎、そんなわけねえだろ。そうだよ、失礼なこと言うんじゃねえよ。まったく、ガンガンだよこっちも。あの、高一くんのこと助けてくださったお礼なんですけど。この子がくれるの。これもらってください。ともみ。あ、龍の血。ええんか、わしがもろても。当たり前じゃないですか。郷田さんがいなきゃ俺たちきっともダメになってましたよ。郷田さんのおかげっす。俺でよければまたいつでも呼んでください。こんなことでしか俺ご恩を返せませんから。ええんかお前。今のカムロ町には俺みてえな臆病な人間が山ほど取り残されてる。そいつらをもし俺なんかが助けられるんなら俺戦います。出会った頃とは別人やな。俺もそう思いますよ。そういうことなら遠慮せんわ。いつ呼び出されるかわからへん。ええな。望むところです。小田さん、絶対また声かけてくださいよ。ええ、そうさせてもらう。
うん、はい。まああのね、まあこれで終わりでしょうね、ミッションの方は。サブストーリー臆病の戦士4部まで行って、まあジュニアもこれでやっとね仲間になったということで、はい。まあそんな感じで今日はね終了したいと思います。はい、じゃあまた次回もお願いします。さよなら。